幼陸間ニューヨーク上のジョンソン・ドバート・ウッド・ジョンソン4世は、アメリカ合衆国ニュージャージー州、ニューブランズウィック出身の実業家、事前事業家、ジョンソン・エンド・ジョンソンを設立した、ジョンソン3兄弟の一人の彦。2000年より、NFL チームのニューヨーク・ジェッツの共同オーナー。2017年から2021年まで、在イギリス・アメリカ合衆国大使を務めていた。 ジョンソン・エンド・ジョンソンの会長を後に務めるロバート・ウッド・ジョンソン3世の子として5人兄弟の一人として生まれたミルブルックスクールアリゾナ大学を卒業した外交問題評議会の一員でもある2000年1月11日にニューヨークジェッツを6億3500万ドルという当時アメリカのプロスポーツ市場を3番目となる高額で買収したこれは 多くのアナリストが予想した額よりも1億ドル高い金額であり、1996年の1勝15敗という成績から再建途上にあること、少ない収入しか見込めないジャイアンツスタジアムを賃貸している状況で2億5000万ドル程度の価値しかないとも報道された。球団買収後、彼はウェストサイドスタジアムの建設に向けて尽力したが2005年7月6日の 国際オリンピック委員会総会でニューヨーク市が2012年オリンピックの招致に敗れたため計画は頓挫したその後彼はメドーランズスタジアムの建設と移転計画を発表2010年シーズンによりニューヨークジャイアンツと共にチームは移ったスタジアムでの初の公式戦開催権はコイントスで行われその結果ジャイアンツが最初の公式戦ジェッツは 翌日のマンデーナイトフットボールでの開催となった。コイントスの際に、両チームの関係者が同席できなかったことについて、彼は不満を漏らした。2012年11月、ハリケーンサンディの被害者支援に、ジェッツが50万ドルの寄付をすること、感謝祭の試合でもサポートを行うつもりであることを表明した。2017年1月、ドナルド・トランプにより、 新政権の中英大使に指名された。1977年に元ファッションモデルのナンシー・セールと結婚し、3人の子供を設けたが2002年に離婚。彼女は元 NFL 選手でスポーツキャスターのアマドラ・シャドと再婚した。娘のケイシー・ジョンソンは2011年1月4日に糖尿病性型とアシドーシスで亡くなっている。2009年に 元女優のスザンヌイルチャと再婚し二人の間にも二人の子供がいる。共和党支持者である2000年大統領選挙では、ジョージ・ w ブブッシュを2008年大統領選挙では、ジョン・マケインを支持し、ミネソタ州で行われた共和党全国大会では、最大の資金援助を行っている。2016年大統領選挙では、当初ジェブ・ブッシュ陣営の財務責任者を務めていたが、 物資撤退後の5月にトランプ支持を表明し、トランプ当選後は中英大使に指名された。これまでに若年糖尿病基金会長、皮膚結核研究連合会長、ロバートウッド・ジョンソン、事前信託の管罪人などを務めている。ありがとうございます。